にちは、こんばんは、おはようございます。今から寝るって方いらっしゃいましたらおやすみなさい。夏芝です。今回なんですけれども、芝プールチームにですね、コスパの良くて強そうな選手補強していきたいと思います。現在のスカットがこんな感じなんですけれども、総合値のね低い選手が何人かいるので、そこの選手の部分を今回は補強していきたいと思います。現環境で私的に強そうかなって思った選手、かつ GP がそんなに高くない選手をね獲得していきたいと思います。はい、1人目の選手なんですけれども、アストンビラ所属のミングス選手、タイロミングス選手獲得していきたいと思います。総合値77で、他の数値がこんな感じなんですけれども、選んだ理由っていうのが、今週のライブアップデがね評価 B ということで、あとはスピードの速いねセンターバックの選手ってのが理由です。あとはスキルがかなり豊富なんだよね。ヘタママク、インターセプト、ブロッカー、エアバトル、キャプテンシー、闘争心ということで、センターバックに必要なスキルはかなり持ってるんですね。はい、持ってるので獲得していきたいと思います。左利きの選手で、あとは左サイドバックにも適性があるんでね、レベマの能力値の気になる選手かなと思ってます。この能力で 34,000GP ということで、かなりお得に獲得できる選手なんじゃないかなと個人的に思っております。それではミングス選手手に入れましょう。 34,000GP 使って獲得したいと思います。私の今持ってる GP が 37万GP、 そんなにねお金持ちじゃないので、てくれました。タイロン・ミングスかっこいいね。やっぱかっこいいよねこの演出。まあ、ワンチャンさ 1% のプリズム選手がね、この5人獲得の間に来てくれればもう神動画になるんだけど、ありがとうございます。今回は来てくれませんでした。続きまして、2人目獲得していきたいのが、ウィール2021でかなりお世話になりました、ウェストレイ・フォバナ選手を狙っていきたいと、狙っていくじゃない、もうガチャの感覚になっちゃってた、獲得していきたいと思います。この選手がね、身長 190cm、かなりね高身長の選手でして、あとはねディフェンスに必要なスキルがさっきの選手同様揃っていますので、この選手狙っていきたいと思います。 43,000GP で獲得できるということで、こちらもかなりお得ですかねと思います。それでは補強失礼します。来いプリズム。プリズムは能力値が違うんだよね。どうだ、どこで光るんだっけ。ちゃんと演出私知らないな、そういえばこの演出じゃない演出が出たらプリズムなんだよねきっと。ウェスレイ・フォファナ選手獲得できました、ありがとうございます。2人目獲得。続きまして、3人目、いや獲得するのめちゃくちゃワクワクするね、楽しいこのシステム。3人目こちらの選手です。ヌンのメンデ選手ですね、パリサン所属のメンデ選手獲得していきたいと思います。まあ、この選手も若手の選手ですね、年齢19歳ということでかなりお若い選手なんですけれども、攻撃的サイドバックの選手なんで、スピシュンをね重視してこの選手を獲得したいと思います。レベル1でスピード82ってことなんで、レベマにしたら結構速い数値になるんじゃないかな、楽しみですね。獲得していきましょう。この選手は 39,000GP で獲得していきたいと思います。怖い、プリズム来たらやばい、本当にやばい。 1% だからね。どうだ、どんな演出だっけ、ちゃんと見とくんだった、ありがとうございます。ヌンのメンデス選手獲得しました。続きまして、4人目の獲得選手なんですけれども、ウィルマル・バリオス選手、ウィル界で有名な選手ですね、獲得していきたいと思います。説明不要の最強安価だと思うんだけど、値段がね今までと比べると 51,000GP ということで結構高めなんだけど、バリオス選手は欲しいかなってことで獲得していきたいと思います。いただきます。あーびっくりした、違う、全然違う、全然違った。違うか、なんか一瞬さライトがすごい豪華に見えたんだけど、そんなことなかったっぽい。バリオス選手ありがとうございます。通常ですね。で最後にですね、獲得していきたいのがジョージアン・デ・アラスカエタ選手、獲得していきたいと思います。 51,000GP です。こちらの選手も、この選手がねオムフ2列目からの飛び出し、今まで2列目からの飛び出し OMF 私結構使ってたので、今回の使用感も気になります。あとはスキルにね、ウィーレでおなじみスーパーサブ入ってるということで結構強いんじゃないかなと思ってます。この動画で獲得するか正直ちょっと迷ったんだけど、まあ、ベンチに入れたいなってことで、アラスカエタ選手も補強していきたいと思います。スキルがかなり豊富だよね。ピンポイントクロスとか、まあ、ダブルタッチとかもあるし、低弾道ロブとかも持ってるので、シュート系のスキルがあるのもいいですね。アラスカエタ選手 51,000GP お願いします。来い来い来い、プリズムプリズムプリズム、違う演出についてくれ 1%。
ノーマルだった。まあ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 、こんなねすぐ出たら逆に面白くないか。アラスカエト選手ありがとうございます。ということで合計218,000円の補強が終わりました。芝プール大幅強化したのでスカットを組みたいと思います。はい、ということでささっとスカットを組みました。かなり豪華になったね。チームスタイルレベルが85にまで上がったんだけど、これはね後からもっとチームスタイルレベルの方を上げていきたいと思うんだけど、とりあえず変更点をご説明していきたいと思います。まずは先ほど獲得したバリオ選手 DMF に最初から入れてます。左サイドバックにはヌーノメンデス選手入れまして、センターバックに新しくフォファナ選手が入りました。私3センターバックにしてます。ベンチメンバーに行きまして、OMF スパサブのアラスカエト選手入れました。てな感じでね、芝プール新しく生まれ変わりました。これだいぶ試合の感じ違うんじゃないかな。めちゃくちゃ楽しみなんだけど、チームスタイルレベル上げた状態で実際に試合やっていきたいと思います。こちらの試合は配信の切り抜きになりますので、早速試合行ってみましょう。強っ。強すぎないそれ。シェフ、キャンベル、プジョル、ベッカム、ロナウド、ブルーノ、ゴレツカ、ロドリ、ファンダイク、アラバ、強くない？マジか。ドリームチームじゃん。しっかり。揃ってんね。いい選手。いや、ファンダイク気になるんだけど。オフ？あ、フォール？いや、ダメか。よっしゃよっしゃ、やった。いや、神です。うわー、いやー、なかなかいい前半ですが、あ、後半アラスカエタ入れよう。オフでしょ、さすがに。は？はぁ？いやー、マジか。あー、マジか。よかった。ラッキーだけど。ファールナイス。よっしゃ！よし！やった！終わってくれ。いやー！